ミセス緊急大集合。タイトルね、申し上げます。ビジット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 そうビジットワールドワイドプロレスラー、喧騒選手 with ゲイシャガール鈴木ひろこさんの登場です。よろしくお願いします。ついにやって終わりました。待ち待って、はい、ね、もう いよいよ言葉が来ましたということですが、すいません、今日はわざわざ船橋で、船橋まで本当にありがとうございます。もうなんか今日は本当に楽しみしてて、あのお二人はもう本当にワールドワイドにね、その世界中を駆け回ってプロレスをやってきたわけじゃないですか。だからその世界のプロレスをちょっと感じたいですね、今日はね。そうですね、もうぜひぜひ。なかなか他で喋ってないこともまだまだありますので。あ、本当ですか、はい、あ、嬉しい嬉しい、はい。もうさ、でもあの今船橋の議員をされていて、はい、ね、ヒロさんお綺麗ですよね。いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。いや、議員になってちょっと太っちゃってですね。あ、そうですか。そうなんです、写真と違うってよくあの橋橋で言われるんですけど。芸者ガールをされてた時、あ、もうテレビとかあと雑誌とかでもよく見させていただきましたけど、あの本当に七面六臂の活躍でもう走り回ってましたよね、リングの周りをね。もうね、あれね、WWE って、うん、どこで手出すか、でその時には何カメで撮ってるかまで全部指示があるんですよね。だから勝手にできないんですよ。ああ、そうなんですか。だからもうここで何カメのショット撮ったら裏側回って2カメでまたカメラ目線とかっていうところまで決まってるので、もう本当に言われた通りに。すごい、じゃあ そこまで緻密にこう計算されてやられてるんですね。そうですね。なんかイヤホンとかつけてるんですか。ね、レフリーがつけてる、うん、レフリーがつけてるんですね。レフリーがつけて、で指示を受けて、受けて、そうです、みんな指示を出してるんですよ。すごい、やっぱカメラが何台も10台近くあるね。10台近く。結局あのリンダさんが、はいはいはい、ビーンズの奥様ですね、はいはいはい、で、彼女も今なんか入閣とかっていうね、トランプ政権でありますけど、そうですよね、そうそう、っていう話もある、トランプ政権どうなるんだって話ですか、っていうのリンダさんですけど、彼女がもう大幅改革をして、はい、当時それでそのカメラの台数を増やして、はい、でなおかつそのカメラも、今まではプロレス畑の、プロレスのカメラだったのを、はいはい、ハリウッドから一流のそういうちゃんとしたドラマだったり、ミュージカルやってる人たちを撮ってきたんですよね。だから本当にね、カメラのショットが変わったんです、はい、だ当時私たちが入団して一番最初にビンスに言われたのが、あの、ケンゾプロレスの興行会社で、はい、会場でプロレスしてるつもりでプロレスするなって言われて、はい、あ、これ要は映像だよって、なるほど、テレビで見る人を意識しろよっていう話をやっぱり最初に言われましたよ ね、 よく言ってました、カメラの向こうに何億人っていう人間がいるんだって。あ、今7億ぐらいですよね、視聴者が。すごいな、もう全世界ですもんね。そうだ、私ね、自分の名刺に世界100カ国以上で放映って書いてるんです。だけどね、ここ数年で、ね、180カ国なんですって、もう倍になっちゃってて、あれ名刺すり直さないとと思ってるんですけど。でもあれですもんね、インターネットでまたさらに広がりましたよね。そうですね、広がりましたね。あれはやっぱりもうすごいことになってますね。すごいことですよね。視聴者はだいぶ増えたみたいですね。本当に巨大なビジネスですよね、うん、びっくりしました。でところでちょっと最初に話を戻るんですけど、あのケンソーさんがその新日本プロレスに最初入ったじゃないですか、はい、で、もともとプロレスラーになりたかったわけじゃなかったんですよね、多分。確かそんなことなかったですか。僕はですね、もともとなりたかったわけじゃなくて、僕はあの就職をしたのは大学メジャー校を卒業して、で、東海テレビ、はい、名古屋の準キックに就職したんです。で、初めて3ヶ月間の研修の後配属されたのが東京支社だったんですよ。あ、東京支社だったんですか。はい。あ、名古屋じゃなかったんですね。名古屋じゃなかった。ほとんど毎日電通行ってたんですよ、それで。あ、
で僕は電通にほとんど毎日行ってて、でまあそこに、スーツ屋さんがあったんですよ、はいはい、でそこのスーツ屋さんが、明治大学ラグビー部とか明治大学体育会の御用達の、うん、御用達っていうかな、まあよくこう取引のある、はいはいはい、スーツ屋さんだったんですよ、でまあそこで僕何着もやっぱスーツがいるんで、はい、そこで仕立てで、まあ仕立てで下手に行った時にたまたまねこうカレンダーが貼ってあったんですよ。ああ、カレンダー、カレンダー、新日本プロレスのカレンダー、新日本プロレスのカレンダーが、でなんか僕それを多分無意識でこうやってずっとこう見てらしいんですよ、はい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 、それでスカウトをされて、それでそこの、うん、そのてあのボスが来て、なんか君プロレス興味あるのかって言われて、まあ興味ありますよ興味ありますよそれでまあそしたら次にはもうスカウトでね、スカウトをされて、あ、スカウトされて、スカウトされたのは坂口さんがなんかね、坂口さんですね、あの明大の先輩なんです、ですよね、柔道のね先輩で、あ、そうなんですね。で坂口さんそのスカウトされて新日本に入ります、うん、当時は同期って誰だったんですか。同期だと僕は自社の棚橋か、あー、はい、棚橋さんですね。でその下にブルールフっていうのは朝青龍のね、弟さんかな、これもね、はいはい、すごい話があって、ブルールフはうちの、要は朝青龍のお兄ちゃんです。あ、お兄ちゃん、うん、お兄ちゃん、横綱のドルゴスレン一族ってもう、はいはいはい、モンゴルでは非常に有名なレスリングをやってる一族なんですけど、はいはい、お兄ちゃんがこの人のカバー持ちになったんですよ、兄弟子になったんですよ。で、そしたらね、奥さんとか連れてきちゃいけないって言われてて、やっぱりこれからデビューですから、ダメだって言われてるのに、ブデって言うんですけどね、ブデ奥さん連れてきちゃって、連れてちゃったんですよ、入門してすぐな、入門してすぐ、奥さんはあのモンゴルの人で、もう結婚してるんですって連れてきちゃって、で住むとこないって言われて、私ね1年ぐらいね、ウルジって言うんですけどね、そうウルジと1年ワンルームマンションに一緒に住んで、一緒に住んだんですか。一緒住んでた。それで朝青龍が当時はどうされたの。だって彼は道場ですから。僕道場は、道場で当時はもうお付き合いされてた。結婚前、はい、まだ結婚前、結婚前、結婚前お付き合いされてた。それでウルジと2人、ずっと一緒で、共通語がないわけですよ。でお互い片言のなんかそうそう、モンゴルの言葉だったり、でこう話をしながら、で時々朝青龍がまだ関脇だったよね、はいはい、関脇ぐらいですね。あ、ワンルームマンションに来てくれてね、お姉ちゃん大丈夫かみたいな。そう大スターがいっぱい揃ってる。すごかったですよ。でね、その頃ね、白鵬さんが新弟子ぐらいだったんですよね、はいはいはい、ね、細くってものすごい細くてね、ただね、すごく礼儀正しい方、もう見るからにね、全然ね、関脇と全く違うわけですよ。で、すっごい紳士な方で、背がもう背の細い方だったんですけど、まさかあんな大きくなるとは思わなくてね、うちのあのワンルームマンションはね、大勢来ましたよね。すごい、もう横綱いっぱい、そう、横綱いっぱいレスラーいっぱい、そうレスラーいっぱい、横綱いっぱい、当時かなり面白い。だからあと坂口健二、そうだ、で坂口健二も来てたからすごいですね、健二大スター。そう、もうなんかね、飲もうって言って、でみんなお金ないから、はい、みんな自分で持参するわけですよ、お酒を、はいはいはい、で健二君でしょ、はい、で健二君のお兄ちゃんの幸男さんでしょ、もう DDT でも活躍されてる、そう坂口健二、健二君のお兄さんの幸男さん、であとほらブデでしょ、でブデのお兄ちゃんの朝青龍、はいはい、でなんか若弟子のその白鵬さん、白鵬さんでもうそんなんがね、あれ出世部屋でしたね、今考えたらね、すごいですね、あの部屋どのぐらいの大きさだったの。ワンルームで、ムで世田谷のワンルーム10畳あったかなぐらいの、じゃあそこに大きい札がみんないっぱい、みんなで夜な夜な飲んで飲んだね。で最後の締めは髪の毛の駅前のカラオケボックス、髪の毛の駅前の、駅前のカラオケボックスで、どうぞ、ね、飲んでました。へ、うん、ちなみにあれですか、新弟子の時ってなんか忘れられないエピソードみたいなのあります？なんか辛かったことは楽しかったことか。まあ僕はまあやっぱ橋本さんのずっと付き人やったんで、あ、はいはいはい、まあ、橋本さんはまあトータルして面白かったですよね。橋本さんはいろいろエピソードありますよ、やばいですね、やばいですね、やばいですね。橋本さんと相当トンパチだったっていう、でそれ超えるトンパチでしたからね。あ、そうですか。
やばかったです。やばい。ちなみにあの どんだけなんですか、ドンパチさんは。いや、あのね、もうね、橋本さんにね、怒られたりとかっていうのはね、怒られたり叩かれたりとか全くなんか一回もないんですよ。あ、そうなんですか。むしろ他で叩かれちゃって、っていう、だから新弟子で入ったばっかなのに、彼新日本の入門時にやっぱ鳴り物で入ってるから、ね、そうそう、ちょっとねギャラも違ったわけですよ。あ、なるほど、ね、でそれでね、いきなりポルシェを買っちゃったそれでトンパチだで、そうでね、めっちゃ怒られたんですよ。そうですよ、ね、本当に今考えてもう今考えて僕もすごいちょっと青くなる、大人になったら青くなるけどあのデビュー前の新弟子が後楽園に、ポルシェです。デビュー前ですからね。デビュー前の新弟子がポルシェ乗りつけてポルシェで来るだったドーム行っちゃったわけですよ。うわ、そしたら他の兄弟子からまあボッコボコになったわけですよ。そしたら、あ、もうこれダメだみたいになってたところで、はいはい、橋本さんの、まあ、当時の和美さんですよね。あ、和美さん、うん、奥さんから電話がかかって、りょうちゃん聞いたって言われてあ、聞きましたって言ったら、ちょっと今日あの港区のあの、お台場のね、インターコンチ来てって言われて、はいはい、で2人で行ったら、うん、駐車場で待ってるって言われて、はい、めっちゃ大きい人が、はい、めっちゃ小さい綺麗な奥さんと立ってるわけですよそこになるほど。で私たちもうその爆音と驚くのも、はい、もうおどおどしながら乗ってくわけですよ、はい、また怒られるみたいな多分締められるみたいな状態で行ったら、ちょっとおいらに乗せろと、ええ車やないかって言って、橋本さんが行ってくださって、はいはい、でオープンにして、オープンがあったんですね。オープンにして、2人で、もうきつきつになりながら、なりながらこんなでオープンにしたらガラスより頭出てるみたいな状態の2人が乗って、その地下の駐車場を10周ぐらい2人で走って、ええやないかって言って、でそのまま部屋連れてかれて、下のお部屋でね、ディナーをお祝いだって。ごちそうしてくれたり、本当にね、気にするなって、でトンパチなぐらいの方がリングの上で弾けたことできるんだとかって言って、なんかすごく嬉しい話ですね、とっても。橋本さんも本当に、あとは本当の粗相もすごく多くて、俺は使えない新弟子だったけどって橋本さんが言うんですよ。俺も使えない新弟子だったよって、だけどあいつほど使えないやつは見たことがないって言われてなんか一回控え室で、なんかあのこう試合ですよ、はいはい、もう始まってるわけです、第一試合が、でメインだから、橋本さんが最後なわけですよ、それでこうみんなでテレビ見たんですって、部屋で、で当時、兄弟子の藤田さんとか、永田さんとか、もう皆さんいらっしゃる、はいはい、大谷さんとかいらっしゃったらしいんですよね、で見てたら、なんかその、ちょうどね、そこのね、会場が、ね、北海道だ。北海道ね、確か控え室がね、なんかちょっと離れてたんですよ。なんかみんなテレビを見てて、みんな試合終わってるじゃない、はい、そしたらあの爆笑宣言が流れても気づかなくて、それで俺の試合まだかって寝転がりになりながら橋本さんが言うんですって、そしたら横で寝転がって、いやまだっすよってまあ休憩ぐらいだなってしたらトントンって、いやじゃ違う、それで私が橋本さんから聞いた話ですけどね、おもむろに出てたんですって、そしたら普通はね慌てて帰ってくんだけど、出てって普通に橋本さんも5回ぐらい流れてますよって普通に言った。観客は出てこないの、どうしたんだろうな。それで橋本さんベルト通しながら慌てて出てったっていうそう、そういうのすごいね。で全然普通ですからね。であと橋本さんってあのお財布を全部預けちゃうんですよ。あ、そうですか。で当時、もうお酒飲まれないんで。あ、橋本さん飲まないの？飲まないんですって、でめっちゃ甘いコーヒー牛乳とかをしこたま夜な飲み続けるみたいなことになってで、みんなでお財布、なるほどじゃんなって言われて、あいつに財布を預けるとめちゃめちゃ減ってるとか言ってでもあいつ見てるとどうやらパクってないらしいって言って、だから俺も注意せえへんねやって言われて、でなんだろうって聞いたら、言われてたよって言ったら、どうもお財布預かれた瞬間に各部屋にスタッフさん全員に下のコンビニ集合下のコンビニ集合
でみんなそこでこう、うん、スタッフって新日本のスタッフの人、新日本のスタッフとか選手とかですね、あ、まあコンビニに来てる人とか全部、そう、あ、大丈夫です、これ橋本さんあるんですすごいみんなの払っちゃうっていう、すごい それはなんかそういうの当たり前だと思ってやってるんですか。なんかね、初めはだんだん、初めなんかだんだん癖になっちゃって、まあ、みんなもまあね、それでやっぱり橋本さん名前は上がってるからいいかなって。そう、で、ある日突然みんなにありがとうございますとか、いつもありがとうございますとかってお礼をされるようになって、何なんだと思ったら、あいつ勝手にみんなのみたいな。でもなんかそれもなんか橋本さんちゃんと黙って黙認してるとかかっこいいですよ。いや、だから本当そういう意味でね、めちゃめちゃかっこいい方だった。もっとすごかったのは、あの LA に連れてってもらったことあって、あ、ロサンゼルス、あ、道場に、あの、で、あの練習っていうか、練習で、はいはい、でそれで特訓かなで行ったんですよね、で帰ってきたらまた足で、彼が橋本さんと何かをすると必ずその後連絡が来るんで、事件が必ず起こってて、必ず後から橋本さんから連絡来るわけですよ、ここに。で、ヒロちゃんね、また会ったよと、またもう今回はすごい逸話だって言われて、で毎回だからそのおかげで私はご飯ご馳走してもらうので嫌ではないんですけど、そしたらなんかあの LA でね、洗濯とか全部世話やるわけですよ、新弟子ですから。そうしたら、日ごとパンツとか下着がなくなるんですけど、あのパンツまだかってさ、もうしびれ気がして聞くんだけど、いや、なんか、なんすかねとかって言ってるらしくって、で、ある日、みんなで日焼けしに、ターニングしにプールに行って、で泳ぐぞって始まっちゃって、でみんな脱ぎ出したんですって、他の選手たちも、あれ、大谷さんたちも一緒だったのかな。いや、あの時は僕と二人っきり、あ、二人行ったんだ。あの時ロサンゼルスの道場あったんですか、もうすでに。ちょうど俺たちはあれなんですよ、あの小川を襲撃に行ったんですよ。そう、小川橋本の時期ですね。なるほど、そうです、そうです。で、トレーニングで、ドーム戦の前だったんで、いきなり行ったんですよね。で、帰ってきたら、いや、何があったんだろうと思ったら、日ごとなくなって、で、ある日ターニングをして、で、一人で脱いでたら、こいつがね、ちっちゃくなってるから、もうお前も脱げやって言ったら、いや、いいから脱げやって言って、いやって言って、で、いいから脱げって言われた瞬間に、あ、じゃあって上だけ脱いだんですって。で、ここ履いてて、靴下とか靴とかもね、もう上だけ脱いで、で、はい、下も脱げやって言われたら、こう寝てる橋本さんの真ん前に立って、巨大な男が立って、申し訳ありませんでしたって脱いだら、橋本さんのパンツ入ったっていうどうしてパンツ入ったんですか、橋本さん。持ってかなかった。持ってかなかったんですかね。たまたま自分の荷物ゼロで、橋本さんパンツとか全部橋本ってこう名前ちゃんと書いてあるんですか。書いてある、かわいいっすね、かわいいっすね。本当にね、あんなのいないって。俺のパンツ普通に履いてるとかね、靴下とか普通に履いてる。いや、もうさ、全部混合しちゃってんだよな。一緒に洗うし、本当にお世話になりましたよね。そういう意味でね。そういう、でもなんかそういうの全部包み込んでくれるような大きさがなんかね、橋本さんあるような感じですね。そう、そんなことは、まあ、笑うぐらいで、でも一回だけ切れたことあるんですよ。あ、本当ですか。どんなこと切れたの。まあ、ほぼ毎日一緒に飯とか行くじゃないですか。24時間一緒にいるようなもんなんですよ、寝るとき以外は。で、一回ハリハリ鍋を食いに行ったんで。ハリハリ鍋、クジラ。あ、クジラ。あれ怒られた。あれ怒られた、覚えてる。そう、でも、ひろこさんと一緒なんですね。私行ってないんですけど、だから後日電話がかかってる。必ずその後、ひろこちゃんも呼べって言われて、なんかこう、かずみさんのいるところで食事をして、必ず後日談を。あ、そうなんですよ。唯一ハリハリ鍋、クジラだけはちょっとダメで、でまあこうクジラ鍋、結構高級なクジラのお店に行ったんですよ。でまあ食べてるふりして、水菜とかそういうのばっかりで、まあ普通にこう話をしながら、あ、そうですよね。そう、二人だったんですか。二人ですね。そしたら一人取って、バカーンの、お前はなんでクジラを食わんのやとか、それ初めて、橋本さんに叩かれた。あ、ね、そう、後日談で言うと、はい、この男がクジラで一人いくらだっけ、5万とか10万とか、すごい高いのを頼んだんですって。結構すごいクジラを頼んで、こいつ全残ししやがった全残しもう最初から最後まで全残ししやがったって私怒られましたねでもなんか食べてるふりをしててっていうのがね、水だけ食べて、一口食べてはこう寄せてみたいなそう、トイレとか立ったら入れちゃったりするんですってパッて入れちゃったり、橋本さんちょっと多めにこう
褒めてその時だけはボコボコにされたっていうバコーンやられたって言ってましたけど、橋本さんがあの小川直也選手に負けて、うん、で引退即引退なんて言って、はいはいはい、でお休みしたじゃないですか。それでゼロワンを立ち上げるじゃないですか、うん、その時ってまだ新日本にいたんですよね。いましたよ、ね、いました。ちょうど僕付き人でですよね。ゼロワン立ち上げた時も僕も一緒になぜかみんなでバンザーってやって、僕新日本所属なんですけど、なんかもうごちゃごちゃになってましたね。あそこがだから一番辛い思い出ですよね、多分。お互いにとってだと思いますけど、なんかちょっと新日本から裏切られた感があるような、そんな感じですか。どうなんですか。どうなんだろうな。なんか猪木さんが入ってきて、そのね、その UFO ってやつが来て、小川さん、小川選手とあと村上選手が来て、でなんかこうあのあたりって混沌としてましたよね。なんか俺今57年やったからね、やっぱり当時はやっぱりすごく裏切られた、悔しいっていうのはありましたけど、うん、今考えたら、やっぱあの時代って橋本慎也って輝いたなと思ったら、あー、なるほど、俺猪木さんってすごいなって思う部分もあるんですよ。あ、今あの猪木さんとはいろいろ IGF でやらせていただいたりなんですけど、あの今は逆に橋本さんが一番かっこよかった。かっこよかった、うん、負けたけどかっこよかった、うん、で僕なんかもう本当にすぐ近くに行ったんで、ね、泣いてましたよ。ですよね、うん、もうリングでこうして新弟子なんで当時ね、こうして見ながら泣いてましたよね。こうリングをこう下で見ながら橋本さんって叫んでて、いやなんか最後にね、その小川選手に負けた時に橋本さんがあの声は届かなかったんですけど、言葉でもうダメだって言ったのがね、聞こえたというか見えたんですよ。口がパクッていないんで、もうダメだって。で、あの瞬間私ボロボロって泣いちゃって、うん、あれは伝わってきたな。でもなんかあのビンスもそうなんですけど、私、まあ、彼を通じて新日本を見てビンスのところ行って、今までこう長くこう見ててね、思うんですけどね、ビンスもよく言うんですけどね、あの何かをしてね、そのもの自体の失敗ってないってよくおっしゃるんです、うん、失敗は要するに失敗したらそこからどう着地するか、後になって怪我の功名じゃないけど、あれはあれであってよかったんだって着地をすること、それができなかった場合が初めて失敗だっていうことをよく言うんですよね。だからそういうふうに考えた時に、もうね、本当にプロレスってドラマで、あそこがスタートなんですよね、きっと。どう動くかっていう、そこからっていう。だから確かにね、そうなの、猪木会長の意思があったし、橋本さんも。ただ私あの当時本当に今でも思い出すと辛いのが、普通なら自分がその立ち上げるとなったらね、新弟子全員に声かけますよね、自分の付き人には。だけどあの人それしなかったですよ。だからお互いの立場分かってるから。健三さんは声かけられなかった。直接は言われなかった。ただなんとなく一生懸命、その方向なんだろうな、はみんな多分皆さん感じたと思うんだけど、やっぱりね、優しかった。ものすごく優しかった、うん、なんかあのいろんな人から橋本さんの話聞きますけど、本当に器大きい人ですよ。そう、うん、今なかなかいないいないかもしれないですね。もうプロレスの世界でもなかなかいないかもしれない。本当になんかこう受け入れてましたよね、うん、でしゃあないんじゃって、あいつあいつで新日本ああいう状況で入ってんだからしゃあないんじゃみたいな。すごく三重部さんこの辺に弾くと見えません今しゃあないんじゃ本当にね。でもあれを支えたのは和美さんですよ。やっぱり和美さんも本当に頑張ってらっしゃったし、お世話になったし、今でも和美さんとはね、私も時々あれするんですけど、なんかでもね、和美さん最後別れちゃいましたね。そうですね。でも私たちにとってはもうやっぱり和美さんが、橋本さんにはね、奥さんですよ、今でも。今大地君が頑張ってますからね。 それがそっくりになってきちゃってきましたね。なってきましたね。見ててね、ドキッとしちゃう時あって、あの顔のね、輪郭とかにできた、びっくりした。体つきもできましたね。もうね、マリちゃんと大地君なんかね、ちっちゃくってね、マリちゃんなんかね、ほんとアイスキャンディー舐めてね。マリちゃんは大地君の妹さん。妹さん、うん、もう今なんか18歳。私たち見てた頃なんかまだ本当子供だったんで、今のうちの息子ぐらいだったから、幼稚園ぐらいだったもんね、まだね。もう橋本さん可愛がって可愛がって、
大地とあんまり変えず一緒になるんですよ。たまに一緒になるとね、このね、腕のね、この毛の生え方、そう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 、そっくり腕の毛の生え方、そう、あの腕のなんかね、この二の腕からこう出てくる筋肉の形とかすごくそっくりですよね。そっくりで、テーピングなんか巻いてると本当橋本さんの手みたいですもんね。そう、私もこの前主人にやばいよ、ひーちゃんそっくりだよって言われて、俺頭下げそうになったとかって頭下げそうになったやばいとかって言ってましたけど、ちなみに橋本さんが出られてから行こうついていこうと思わなかったですか。まあ、あんまなかったですね。どうだったんだけど、うん、あれ結局でも橋本さん出られてすぐ健壮さん、うん、ね、出られましたかね、そうだね。だからもうあの頃にはね、うん、アメリカに行きたかった。そうなんですよ、僕もそっちなんで、そう、もうあの時点でアメリカ計画ができちゃった、うん、できてたんだ。もともとプロレスラーになるときにやっぱり世界に行きたいっていうイメージだったんですか。僕はね、うん、入ってからすぐカナダに行かされてました。ああ、修行で、うん、あそこで見ちゃった。なるほど。ちょうどね、WWE っていう、まあ、一つの工業、ちっちゃい工業会社がね、ガーッて大きくなってくれたんですよ、はい、ロックとか、あ、スティーブ・オースティンとかね。もうね、あれで見ちゃったね、新日本のためにカナダ行って、WWE 見て帰ってきちゃった火がついちゃったんだ。そう、火がついてすごかったよ、本当にすごかったですよ。カナダもさっきとして回ってきてたんですか。やっぱテレビとかやってるじゃないですか。テレビか、テレビ。毎回毎回そんなくもこう熱がやっぱ伝わるんですよ、会場の熱が。だから WWE の今もそうですけど、今さらにそうかもしれませんけど、会場がものすごく盛り上がってますよねって思うじゃないですか、あれカメラですからね。あ、そうですか。だからね、本当にね、いっぱい入ってるんですよ、いつも。サポート入ってない日もね、結構あるんですよ、現場にいると。ああ、そうなんですか。今日大丈夫これ放送って思うんですけど、テレビで見るとね、もういっぱいの観客 で、あれはね、だからやっぱり技術っていうのも、要はビンスがこれだって言ったのってね、丁寧なんです、興行の作り方が。もうそれはそれでざっくり映しちゃえばいいでしょ、現実をではなくて、非常にそのカメラで撮るってことに対して綿密ですよね。なんて言うんですかね、今のプロレスの業界にはあまりないその緻密な計画というか、あります、うん、で当時で本当にひどかった時なんてね、うん、3方向を黒幕ってありましたからね。で、客を全部一箇所に集めちゃって、そこしか映さない、映さない、もうカメラこっちからしか撮らない。なるほど。で、後ろ撮るショットを一切、だから三方向からだけしかカメラ撮らなくして、で三方向もできるだけこっちのバックが映るような角度で撮るっていうことで徹したって時期ありましたよ。本当にそういうところはね、計算が非常に綿密、うんうん、でね、高道の子さんとは一緒だったんでしたっけ。まあ、かぶってない、かぶってない、かぶってない、ね。まあ、今千葉ですごいお世話になってます。ああ、そうですか、ブルーフィールドで、はい、そうそう、タカさんも言ったけど、レフリーの方がイヤホンをつけて、そうです、そうですね、で、隅っこの方で戦うなと、真ん中来いっていうふうに、うん、言われるんですかね。その角度ダメだとかね言われるんですよ、本当にね、綿密にね。やっぱりすごい違いますよ、写真撮るのも、写真も上のリングの上のフラッシュが全部フラッシュと連動してるんで、カーシャンバッて、それでね、あれですよ、リングの下にマイク入ってますからね。ああ、じゃあレスラーが、いやいや、音を、ドーンの音をちゃんと響くようにして。最近なんか新日本のドームはそうしてる感じですね。ああ、ドームはそうですね、マイク、うん、ドームはなんか音、やっぱ高くして、うん、でもその辺は本当に、本当ショーでした。ですね。ちなみにあれですか、もうその新日本、カナダから帰ってきて、海外に行きたい、アメリカに行きたいっていうのがもう思いがどんどん強くなってきて、うん、で、なんか WJ にそうなっていくんでしたっけ。 WJ、ね、うん、結局タイガー服部さんがそこに行くことになってたの で、うん、で服部さんが当時はですけど、うん、まあ、唯一のつてだったんですよね、はいはい、日本と向こうのね、はい、だったんでっていうところだったと思います。あ、そうか、タイガー服部さんを伝って WWE、 そうですね、あ、なるほど、ね、行きたいと思ったんですけど、結局は自分でやったんですよね。そう、結局ね、服部さんは全然、うん、だって考えてみたらね、WJ にいる選手のことを服部さんが自らどうこうはできないんですよね。ここを出すことになっちゃうわけですから、だから服部、そうそう、だから服部さんは手伝えないっていう形になっちゃって、もう申し訳ないけど、それはちょっと悪いけど、うん、もうシャットアウトっていう感じだったんですよね。どうやってアメリカツテを作ったんですか。ないですよ。ないですよ。もう飛び込み、うん、飛び込み営業みたいな。飛び込み営業です。いや、だからね、今の人たちは本当、要は野球でもね、野茂さんが一番最初が大変だったっていう話よく
言いますけどね、本当大変でしたよ。つってないですから。そうですよね。会場に入るのがまず大変。だって会ってくれないですもんね。会ってくれないとかバックステージ入れてくれないですから、パスがないと、あそこは。でもそれを、もうで1回、3回ぐらい断られて、3回目ぐらいでね、カメラマンと友達になって入れてもらってとか、そういうところから。で、入った時に服脱いで、もうね、お金がなかった。とにかく会社辞めちゃってるし、はいはいはい、WJ 最後未払いでしたから、っていう問題がありましたから、ね、そうありましたよね。だからもうこれで、今回アメリカに渡った、これでこの10日でつてつけなかったらもうアウトだからっていう状態で行ったので。2人で行かれたんですか？2人で。だもう今日よって、このコンチネンタルアリーナでこと決めてねっていう状態で行って、入った瞬間にビンス探して、裸で、裸で上脱いでバーッと走ってビンス探して、でビンス見つけて、で日本から来ました、ニュージャパンで新弟子してるのできちんと基礎はできてますって、向こうでプロでやってますって話をして、僕にダークマッチさせてくださいって言って、でもおののいちゃって、向こうが誰だこいつみたいな、おののいちゃって、大体そういう名もなきレスラーが30人ぐらい毎回テレビショーに来てるんですよ。でみんなチャンスを伺ってアピールしてるんですよ。でそれみんな遠慮しながらやってるわけですよ、ちゃんと順番待ちして。あ、なるほど。なのに一人突然こうやってかき分けて入ってって、裸でこんなでかい日本人いませんみたいなことを自分で言うみたいな。確かに確かに。だからで確かに日本人ってほら空手のマスターでちっちゃくって小回り聞いてが当時のステレオタイプだったんで、こんなでかい日本人いませんってことを自分で言って、だから使ってくださいみたいな。したらその日のうちに、じゃあいいよって、その日のうちにじゃあちょっと試合やってみろって。はい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 。それまず初めゲットしたあれなんですか？その日のうちにもうその会場が空いて、そのダークマッチ最初の前座試合に入った。でそこからが仕事で。誰が相手だったんですか最初？チャック。チャック、すごいちっちゃい子だったんですけど、でそこから3時間の間にそのチャックを口説いて口説いて口説いて、とにかく仲良くなっていいプロレスさせてもらわなきゃいけないから。そうかそうかそうか。知らない同士で自分だけ目立とうってなっちゃうと、とんでもないことになっちゃうから、 WWE 好みの、はいはいはい、いい試合しなきゃいけない、お互い光るプロレスしなきゃいけないわけですから、日本式その好きな、ね、あれではできないということで、もうチャックと取り入って取り入って、もうずっと一緒に君すごいよ君すごいよみたいな話をしながら口説いて。これ英語は喋れたんですか？お二人。私がやったんです。全部私がやって、で浴衣持ってた、もうだから衣装とかもなかったので、とりあえずその浴衣を買ったんですよ、向こうの日本人職人だったんです。なんかほらいろんな舞の実とかこう入ってるよう、ね、あれ着て、なんかそういうシーン覚えてますね。なんかあれ着て、しばらく着てましたよね浴衣ね。しばらく着てました ね、それでやってました ね。そうですよね。そしたら終わったら、うん、まあ、すっごい会場が盛り上がっちゃったんですよね。で終わったらもう花道にトリプル H が立ってて、ユーガラジョブ、うわって言われて、コングラチュレーションって言われて、うわすごいな。でもね、そっからがね奇跡で、奇跡だな。ビザがないんですお金がないんですって私がなんか切に訴えたところ、その日に契約してくれちゃったんですよ。じゃあって言って、で日本帰らなきゃいけないんですみたいなことを言って、はい、でそしたら後から聞いたら、だいたいそこで優雅なジョブって言われた人でも3年ぐらい待つんですって、はい、みんな。あ、なるほど。契約までに、まあそこから徐々に徐々にっていうふうになるらしいんですけど、ものすごい順番抜かしでもう契約もらって、でそれで今度 OV に行ってちょっと練習、はいはい、でそこでだいたいまた 1,2 年待って、呼ばれて初めて本戦なんだけど、そこでまた奇跡が起こって、私全然分かってなくって、なんかね飛行機のねチケットをもらってたんですよ、はい、帰りの、よく見たらね、それがね、年度が3年後だか2年後だかの、はいはい、そうだったな、そう2年1年後か、うん、1年後かのチケット、要は1年そこにいなさいよと、おケンタッキーで1年やりなさいよだったんです、はいはい、ところが私ね、年度見なかった、日付だけ見ちゃった、で、あ、なんだ2ヶ月かって思ったわけですよ、でオフィスに電話かけて2ヶ月でもらってんだけど、引っ越し屋さんがほらニューヨークにお家をもうほら借りるつもりでやっちゃってるから、引っ越し屋さんが1週間後に来ちゃうから、
帰りたいって言ったんです、したらね、すっごい最初渋られて、じゃ簡単に決められないみたいなこと言われて、いや飛行機をちょっと早めるだけだからみたいなことを言ったんですよ。でまた帰ってもいいしみたいなこと言った、いやでも1ヶ月で帰らせてまた行ってももう 2,3 週しかないもんねみたいな話にステファニーです当時の、娘、ステフに言われて、まあそう言われりゃそうよねって言ったら、みたいな、じゃあちょっと待ってとかって言われて、したら本当チケットが出てきて、で翌週からコネチカットでじゃあ練習しなさいよって言われて、それで行ったら、当時ねトミーなんだっけ、トムプリチャードっていうね、エージェントがいたんですよ、でそのトムが、いやお前たちさ、これさ1年後だぜっていう話になってもう全然その分かんない、もう2人でって見て、だもう全然そのそれすら飛ばして、全部飛ばしていきなり本戦、だから1ヶ月か2ヶ月でデビューしちゃう。すごいですね、これは。もでもだって今だって新日本から中村慎介とか言ってますでしょ、もうだってそのロートが出てないですもんね、 NXT でずっとやってですよね、もうそろそろ出てくるかなって言われてますけど、やっぱりケンタとか出てこないですもんね、なかなかね、やっぱりね難しいんで、多分、今はもっとほら大きくなって、組織も大きくなって、多分下で控えてる選手ももう5軍ぐらいまでできてるから、余計難しいことあると思いますよ、中村選手なんかはね。だからちょっと比較しちゃうと申し訳ないから、もう多分もっと状況が私たちより難しくなってると思ってます。今はね、ただあの頃はもうね、そういうトンパチしましたよね、もう本当に。だってそれで世界のワールドワイドの喧騒さになったわけですもんね。でお二人でだってね、で芸者があるデビューはどういう戦いだったんですか。あれもだからあれもだからステフに、ステファニーに、芸者とか彼にはなんかね、カンパニー、それ一緒になる子が必要なのよって言われたんで、っていうのは英語を喋らせなきゃいけない、向こうってね、セリフ言わなきゃいけない。確かに確かに。でね、セリフを言わない選手っているんだけど、1本目で使ってもらえないんですよ、ストーリー上。あー、なるほど。やっぱ喋れない人って試合して終わりだから、で1本目で使おうと思うと、もうこれが絶対必要だと、でね、ベルトをすぐ取らせちゃうっていう話にも、メインで使いたいっていうふうに話をもらってたから、じゃあって言うんで、それで私が芸者ガール調べろって言われたから、私はもうオフィスの仕事がね、手に入ると思ったんですよ。オフィスで働くと、WWE で働いてたの。ものすっごく働いてたの。ちなみにプロレスはそもそも大好きだったんですか。いや、だってパパのを見てるっていう感じだったんで、そんなに詳しくない。ただね、父がものすごいファンだったんで、結構知ってる、私は知らないって言いながら結構知ってるんですけど、でもそんなにそこまでのあれじゃなかった。もうだってプロレスの熱さって すごいですよね。すごい熱いもの感じますもん、とっても。で、一応私が芸者について全部ドキュメントを作って、書類を作って、10役分、10部ぐらい作って持ってったんですよ、仕事できる人をアピールしようと。もう私ね、テレビ局の社員でしたから、絶対 WWE でそのエンターテインメントのね、現場をね、もうあれしたかった、仕事を経験したかった。それでもうあれしたら、まあ、ステフとビンスがパラパラって見た後にパンと置いて、これはいいんだけど君はできるのそれでっていう。できるのって、えっていう、そっちっていう話で、それで出ることになって、そしたらなんかまた着物がね、びっくりする着物なわけですよ。なんかドンキとかで売ってる宴会できるような、そうそう、赤いやつですね。そうで、ビニールの結紙のビニールのこういうのとか持ってこられちゃっていや私これで世界中継無理っていう状態になって、で一応髪の毛だけは結って着物着てたら、当日の本番の15分前ぐらいに、まあ、ジョニーエースが、エージェントのトップですね、当時、ジョニーエースが来て、お前何をしてんだと、化粧しろ早くって言われて、してますって言ったら、化粧してない、白だろ芸者はって言われて、だ初日はね、おしろいもなかったんで、ペンキ塗られたんですよね、アクリル絵の具の白をビヤーっと塗られて、なんかね、ウィキペディア見ると、写真出てるんですけど、多分当時のですね、相当荒い塗りでしたよ。そう、もうね、えっていう状態だから、全然好きとか嫌いとかこう言えない、もうだから最初から白塗りですって分かってたら受けなかったかもねっていう気もするんですけど、まあ、見たことあったよね。
いやでもインパクトありましたよ、ね、でもだから結構ねいろんな思いをだから多分だってマディソンスクエアでもやったし、ね、テレビに向こうのバラエティとかにピンで出るとかね、うん、そういうのも経験できたし本当ダブダブ様様芸者様様なんですけど結構インパクトありましたありましたよやっぱりですかあのアメリカで WWE っていうのも最初に頭あったんですかイメージは最初こうアメリカ行きたいって時にありましたね、うん、ありましたもうそれを中心にもうその何年か前からやっぱり英語勉強したりとかなうん、うん、でもすごく私見てるといいパートナーですお二人ともね、もうなんかなんか本当にお二人でこう勝ち取ったって感じじゃないですか、うん、まあそうですね一人ではちょっと無理でしたね僕ねいやでもね非常にね、うん、面白いというかやっぱり私がトンパチで彼は案外ギリギリになると気が小さいんですよねそうですかそうでトンパチやるじゃないですか、はいはいはい、でことがそう運ぶんだけど、いざとなるとえってなったりするん でそこ私が今度グイッと押すっていうこういうところはあったかもしれないですね、こう引っ張って引っ張って引っ張ってみたいな。トリプル H は当時からもう偉い人だったんですか。偉い人でしたね、うん、決定権のある人。そうですね、うん、決定権を一番に伝える人ぐらいから。あ、なるほど。もう決定はビンス一人ですけど、そこを最初に伝えるっていうところにもいました。あ、トリプル H はステファニーの旦那さんですよね。そうです、そうですよね、うん、いやすごい。なんかWWE でなんか面白かったエピソードがありますか。もうそんなんばっかですけど良、まあ、かったのはね、僕は良かったのはやっぱイラクで試合できたので良かったですね。WWE で湾岸戦争の米軍の慰問に行ったんですよ、うん、多分ね、イラクの激戦地でねプロレスしてる日本人レスラーっていないと思います。田尻さんも言ってないんで、猪木さんが人質を助けに組んでイラクで試合をしたじゃないですか。あれのいや、あれより後ですね。後ですか。あれより、あれ前？あれより後ですね。後だと思います。湾岸戦争、あれはアフガニスタンかな、多分。あれイラクでしたよ。イラク、パキスタン、ね、パキスタンかな、パキスタンか。湾岸戦争ですね。湾岸戦争、うん、もうね、それはね、すごかったです。だから最初で、WWE って基本長期の休みってないんです、うん、もう必ず月曜日にライブが入るので、ローの、絶対に毎週あるんですけど、はい、長く休んでも3日、で当時は週に 4,5 試合してましたから、うん、もうハウスを入れるとほぼないわけですよ、はいはい、でうちニューヨーク とフロリダにお家があったんですけど、週に1泊ぐらいしかできないんです、お家で、はいはいはい、もうスーツケースがタンス、うん、で世界中回って歩くわけですよ、毎日毎日飛行機乗って。でそういう中でクリスマスだけは休暇なの。ああ、休んで、休めるんです。休めるんだ。で、その時期にイラク戦争の慰問が入っちゃうんです。ああ。で、やっぱりないんじゃんみたいな。休めないじゃん。そう、やっぱりないんじゃんなんですけど、ちょうどすごい飛行機のあれなんで、マイレージでね、日本行きのね、ビジネスで、ね、2人で取ったんだな。あのね、WWE の本線入るようになって、はいはい、1ヶ月でマイルカードがプラチナになるんです。もう毎日飛行機だから。ああ、なるほど。1ヶ月でもうプラチナ状態 で、ですぐにもうバンバン溜まっていくわけですよ、うん、使えないから。で毎日飛行機だから、うん、で世界中歩いてたから、もうそれでマイルで帰れちゃうから日本まで、うん、チケット買えちゃうから、うん、じゃあもう帰ろうよって言ってたら、うん、イラクが入って、で私がビンスのとこ行って、ちょっと待ってくれと、日本帰らないじゃないかと、事前に1回ぐらいは帰りたいんだみたいなことを言ったんですよね、でそしたら行けば分かると。で、私たち日本人じゃないし、米軍の慰問って言ってもね、で日本はほら立場上やっぱり自衛隊の派兵ですごく日本で国会でも揉めてたし、あ、まあ、立場もあるし、私たちは必要ないんじゃないかと言ったね、うんうんうん、行けばどれだけ建造が必要か分かるから行けとって言ったんですよ。そしたらね、1000人ぐらい入る、アリもっと入るんです。4000人ぐらい入る、4000人ぐらい入るサッカースタジアムに、サッカー選手が、はい、その兵隊さんがブワーッと満員で、一番上にみんなアメリカの兵隊です。要は米軍の慰問キャンプの中、あ、キャンプの中。ただ一番上に機関銃を持った兵隊が見張りで、リングの中じゃなく外を向いてこうしてるわけですよ。で真ん中にリングがあって、でいる間中毎日メインで、なんでだろうと思ったら、毎回対戦相手がジョン・シナなわけですよ。白人のアメリカ人で、USA を、まあ、日本人なんだけど、まあちょっとその
中東系に近い顔の彼が出てきて愛国心を煽ると。なるほどなるほど。ものすごい怒号のような USA コールが鳴るわけですよ。でパッて見たら一番目でこうしてる人がもう興奮しちゃって真ん中にこうしながら USA USA ってやってるっていう。そういやあれはねやっぱりプロレスの力ですよ。本当にああいうねこうやっぱ苦境に立たされて人間に力を与えるっていうね。うん、まさにここですね。勇気そうです勇気もらってる。そうそうそう。で僕はリング立ってるでしょ、うん、ブーイングでリングがこう揺れるんですから声で声で。でも半分ぶっ壊れたかのようなこんなサッカースタジアムですよ。そんな外でもねそのブーイングでこれが揺れるんですよ。すごかった。もうなんかキック一つ入れるの怖かったって。なんか俺ジョン蹴って大丈夫みたいな。このね胃の奥がね痛くなるようなね部員ですよ。でもそれだけの人に見られてるリングってどんな感じなんですか。だからなかなかそういう経験しないですよね。あのイラクの試合だけはもう一生忘れないですね。でしょ通常だから何万人っていうところでやってるわけですよ、ね、テレビショーをね、でももうあれはないあれはっていう。一緒に行かれたんですか。私はね行けなかった。その時は行けなかった。そのリングでこれしてる時は行けなかった。そうでもその行った時にアパッチとかブラックホークとかに乗せてもらって。基本僕だけ外人なんで、あアメリカ国民には見せられても日本人とか外国人には見せたらいけないところ軍機密みたいなので、僕だけ写真も撮れないし。なるほど。ダメなの。全然ダメなことばっかだったんですよ。で僕だけボディーガードは3人ぐらいついて。勝手しないように勝手しないように守るんじゃなくても勝手しないように。そうがあって、で、その時にいろんなエピソードを聞くと、皆さんビザが欲しくって軍に入ってるアメリカ人じゃない兵隊さん、あメキシコ人とか、はいはいはい、南米人ばっかりなんですよ。だからねそういう本当に、ね、世界を勉強できたんですよね、あの経験って。でも世界中回りますでしょ、WWE って。でトランプさんもあれですよね。トランプさん出てましたから。出てましたね。で年中来てましたから会場。なんかあの接点あったんですか。あのね皆さんね、うん、すごい本当に。こないだニュースからなんか出られてましたでしょ。そうなんですよ。もうあと思ったらすぐ普通にこう行って握手しちゃうんですよ。私ねすごいずうずうしくて、すごいですよ。最初に行った時もロックがちょうどハリウッドスターになりたてで、今なんかあれですよね、でもハリウッドで一番ギャラが高い俳優に選ばれるぐらい人気なんですけど、かっこいいですもん。ちょうどロックがねハリウッドに行くとか行かないのね頃でね、レスルマニア出るんで来てたんですよ。でみんなねロックなんかにね挨拶できない新人は。もう結局だってスーパースターですもんね。で新人ってこのまま使ってもらえるかどうかわかんない、うん、もうお試しだからまだ、はい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 、大それて OV から来ましたなんて、はいはい、挨拶できない環境なわけですよ。私実はわかんないから2ヶ月で本戦入ってるし、スタ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 と言って普通にで、あの私日本から来ましたって、鈴木ひろ子ですって、芸者ガールやりますって、で彼は私の夫ですみたいな、あっちにいるのあれ私の夫ですみたいなことを言って挨拶したんですよね。したらもう拍子抜けしちゃって、ロックがね思わずねマイネームデュエイン・ジョンソンって本名を言っちゃって私はひろ子よみたいな本名言っちゃうとかいいっすね。本名びっくりしててもうえみたいになってて、誰君みたいになってマイネームデュエイン・ジョンソンみたいななってて、身長差102メートルぐらいありますかね。あーで大きいっすもんね。そう、こんなになりながら握手したんですけど、すごいな。でだからトランプさんがいた時も、トランプさん結構会場来てるんですけど、レッスルマニアで来るんです。そのやっぱ1年に1回でっかい時には来るんですよ、はいはい、でもそういう時とかはサマースラムとかも時々いらしてて、もうそういう時とかはあのトランプさん自体がドラマとかに出て有名人じゃないですか、はいはいはい、アメリカで他でね、で知ってたから、うん、あーっと思って、あの人ニューヨークのあの金色のあそこの人だって思うから、パーッと言ってヘイって言って、もうなんか敷居が全然低いですよね。敷居が普通に挨拶しちゃう。で2回目に会った時は覚えてるって言っちゃうから、また覚えてました。で覚えてだから2回目覚えてないんだけど、もう3回目には覚えるわけですよ。ああなるほど。結局行っちゃうから
でトーリーとか爆笑してましたもんね。もしかしたらこの日本を救ってくれるのは鈴木浩子さんかもしれない。そうだけどね、本当にねグング入るんで、そういうのありましたよね。なるほど。たまにね、やっぱり政治パーティーとか長谷さんなんてもう彼女のもう我々の師匠みたいなもんですか、政治の。そうですか、まあ、パーティーとか行くんですけど、まあ、日本の大物っているじゃないですか。政治家のね。僕なんか後ろにいるんですけど、こいつそこそこって言って普通に話しますからね、もうびっくりすると思うんですよ、ね。もう全員とこ行って。もう心臓毛が生えまくってるんですよ、もうね。いや、だって同性相手にされないですから。同性相手にされないなら行っちゃった方がいいでしょっていう。まあまあまあそうですよね。そう。行った方がちょっとありますよね。だってどの道多分私のことなんか全然覚えてないですからね、相手は。と思ったら。まあ行ってもどうせ忘れられるならっていう感じで行くんですけど、とにかく100回に1回くらいこうね、そこであれができたりもするわけです。素晴らしい。もうトランプさんと握手をした人今目の前にいるという。そう。もうね、でもね、トランプさんってね、実際はねすごい、あのほらビンスってプロレスの興行会社のあの経営者っていう域の方じゃないんで、本当ビジネスマンで上場してね、本当、はいはい、起業家さんなんですよ、大きい。で、彼とやっぱりトランプさんっていうのが一代であそこまでってことでね、よくね、うんうん、ニュースやその経済番組なんかも取り上げられてたんですよ、はいはい、だから2人一緒になったらね、うん、めちゃめちゃ真面目なお話はしてますよ。もうちょっと入れないようなプロレスの会場で見る話じゃないよね、ここってっていうビジネスマンな、うん、こう空気がそこにある方。ただ私みたいな全然無名のそのアジア人が行っても覚えてますって言ったら、君はこの前もそうやって強引に入ってきたよねとかって言いながら、うんとね、うんとね、芸者は覚えてるんだよとかっていう感じでちゃんと話してください。さすがだな。もうだってビンス・マクマホンさんもそうですけど、トランプさんものすごいビッグビジネスやってますからね。そうなんですよ、本当に本当に大きいビジネスだから、そういう人が話をしたらどんな話があるのかってちょっと想像できないぐらいですよ。でも本当ビンスもね、経営者の顔ですよ、裏行くと。全然あのリングと違う。リング、あの花道歩いてこのってね、この悪そうだなんかね、わざとね。でもビンスって本当に、まあ選手は5時間前に会場に入んないといけないんですけど、うん、ビンスはそれよりもっと前に絶対いるよな、うん、あの人会場絶対いますよ。あ、そうです。で自分の目で確かめます、試合を。だから昨日の試合どうだったで、うん、と自分の周りにいるエージェントに、はいはいはい、次はあいつがいいと思いますよって言われて、うん、じゃあそれでっていうことを一切しない人です。絶対自分の目で確かめて、でエージェントたちは次は誰をプッシュするといいと思いますなんて言えないですからね。もうビンスが指名ですか。全部ビンスです。だから私たちも試合終わってから、そのどうでしたかって聞くと、例えば日本だと、うん、いや俺はいいと思うけど、でも社長はこれが良かったみたいとか、あ、社長はああいうのが好みみたいとかね、日本だとよくある話ですけど、うん、じゃなくても向こう行ったらどうですかって聞いたら、ちょっと待っててって言われて絶対ビンスに聞きに行きます。なるほど。え、もうエージェントは絶対自分の意思は言わないです。まずはもうビンスの意思だけ。だベクトルが1個だから、働いてる選手はすごく働きやすいと。そうかそうか、二重にいろいろ指示が出てきたりしないからね。うん、ないですね、それは。メレゲートが1本だから、うん。もうそれはすごく多分、選手はそのようにやればいいですから、基本的には。いやー、もっともっと話していきたいんですけど、さっきのというか、ちょっとこのね、収録前にあのお話しいただいた、あのちょっと興行の話しませんか。あ、そう。そうそうそう、興行の話を。やっぱりね、私も今回、うんうんまあ、選挙に出て、うんうん、でね、非常に助けられたのがプロレスのファンの方たちだったんですよね。で、あの皆さんにお返しをしたいし、でやっぱりその、まあ、プロレス全然ファンじゃなかった方たちも、はい、私を支援してくださることでプロレスちょっと見てみたいんだよって方もいるんですよね、うんうんうん、で、あ、じゃあぜひ招待しますって私言うんですけどね、はいはい、いや、どこにお連れしようかなってなった時に、やっぱりね、その思うのが、うん、船橋でやってあげたいと思うわけですよね、うん、まずね、うん、で船橋でやりたいんだけど、そのね、いろんなもの見ちゃったわけですよ、私ここまでに。そうするとね、いろんなもの見ちゃった、いろんなもの見ちゃった。でも世界でも最高のものも見ちゃったんですよ。ビッグショーを見てるわけですからね。いや、もう自分出ちゃってるわけですよ、うん、そうですよ。そうするとね、やっぱりね、一流を見せてあげたいですよね。だから、プロレスファンならこれ見ても喜ぶよねじゃなくって、うんうんうん、全く興味のない人でも一回行っちゃったらまた見たいと思うようなものを、もう新しい新規層をね、参入させるようなね、そういうものを持ってきてあげたいなっていうのがすごく強くあって、
そうなんです。いやもうだからこのプロレス大好き大集合もプロレス大好きな人が見てるんですけども、でもやっぱりそのプロレス好きな人だけじゃなくって新しくねこう見てもらう人を増やすためのやっぱり番組で趣旨としてね立ち上げてるんですけど、まあ、私ももう全く一緒で、あのやっぱりねあのプロレス村にしちゃダメなんですよね。そうですよね。そうプロレス村から出ていかないとそのどうしてもやっぱりねこの市場が広がらないですよね。プロレスファンってあったかいから、うん、もうねどんなことしたってファンでいてくれるわけですよ。もう絶対好きだから、うん、応援してくれるんだけど、そういう人たちに受けるものだと、じゃあ好きじゃない新規層が好きかっていうと、これまた全然ねやっぱ賛否両論になってくるんですよね、うん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 、だからその辺はね新規層に合わせたものをもう一流のものを見せてあげたいっていうのがあって、本物を見てもらいたいですよね。そう本物を。そうなんですよ、あの熱と盛り上がりとっていうのをね、いや私本当にね WWE を最初に見た時にね、当時日本でね格闘技が出てきた頃、はいはいはい、その K-1 とかタイトルとかね、で格闘家とプロレスラーどっちが強いんだとか ね、 あねガチかどうかとかね、いろんな話があった時なんですよ、はいはいはい、私、ね、向こう行った時にもうそれ全部払拭されちゃったの。ショーが面白すぎて、うん、そんなことなんかもうどっちでもいいよ、うん、どっちであってもプロレスすごいって思うぐらいやっぱり素晴らしいショーで、だからショーとしてお客さんを楽しまれるいろんなその多様なね、多様な面白みっていうのがやっぱりその WWE のショーの中に入ってるんですよね。と思います、うん、もうね本当にね、あの本当にプロレスやったらね格闘技よりきついっていうシーンあるんですよ。いやでもそう、もう見ててあるって、そこをねやっぱり皆さんにご理解いただけるような一流をね最初に一発目見せるものはそういうものを見せたいっていう思いが。ということは、うん、ということはあの、まあ、慶三さん、ひろこさん、このお二人の夫婦タッグでなんかこう興行が これから期待できるというのはちょっと考えてもいいですか。 ねやりたいなと思うんですけどね本当難しい、ね、で、ね、簡単にやろうと思えばできるんですよ。まあそうですか、うん、だけど私それはね、うん、はいはいで終わっちゃうから、もうで好きじゃない方にするとあ想像してた通りこんなもんよねってなっちゃったらもうすごく嫌だし、あとはねもう一個はね絶対にプロレスラーを主役にしたいんです。ですよね、プロレスラーが主役のプロレス興行じゃなきゃダメっていうのがダメもうねリングに上がってた人間のポリシーとして、あの興行される側にすればねやっぱいろんなものくっつけることであの、ね、集客をとかいろいろあると思うんです、イメージアップとか。それはそれで認めますけども、私やっぱリングに上がってた人間なので、あくまでねそのリングが主役になるショーを持ってきたいし、プロレスが主役 でプロレスを見に来た人が、あ新規で見に来た人がまた見に来たいって思えるような、そうなんです、ね、そのこういうショーだったりすると、うん、やっぱり広がりますし、あのなんていうんですか、王道ですよね。そうなんです、それはまさに王道ですよ。そうプロレスをね見るためにお金を払うんです。払って高いお金払うんです。でそれでも損がないっていう、もうプロレスだけのために高い高額払ってそれで見せられるものをやりたいっていうのはありますよね、理想を言うとね。あの WWE のレスルマンってどのぐらい人集まってるんですか。レスルマニア、レスルマニア、レスルマニアは、うん、会場によりますけど8万人とかだね、ね、8万人とかじゃないですか。すごい、うん、だからレスルマニアとサマースラムが2大イベント、うん、そうです ね、 ね、で彼らは絶対ヤスリしないですよ。だってそこがやっぱりねすごいね、うん、すごいな。だからなんかね、あのタレントマネジメントがしっかりしてるなと思うんですよ ね、 すね、一人一人の価値を上げるための演出がいっぱいあるなと思って。そうなんです、うん、だからなんか本当にね、私今回実は議会の中で、LGBT っていう、はいはい、ゲイとレズットとかバイトとか、はいはい、そのそういう性的マイノリティの方たちの問題を考える議連っていうのを、まあ、地方議会では初めて、うん、初の議連を作ったんですね、で実は1個だけ議連ってあって、うん、それ国会にあって国会議員の、はいはいはい、それ会長長谷先生なんです。あ長谷先生超党派でやってて。なるほど。で正直ねこれ やれる人ってやっぱ長谷先生だろうなっていうところがあるわけですよ、まあ、それもあったんで私もちょっと勉強してね、でこれってね根底にやっぱプロレス畑での経験があって、本当にいろんな人がいるわけですよプロレスラーって。ですよね。でだけど、試合をして勝たなきゃいけない大義名分は、はい、ところがめちゃめちゃ小さい人もいるし、うん、女もいるし、うん、細い線を売りにしてる人もいるし、うん、大男もいるし、
本当いろんな人がいる。で、まあ、アメリカ住んでて実際に LGBT の方たちと一緒に仲良くしてたって経験もあるし、ですね、本当に人ってね、いろんな可能性があって、 その自分のパーソナリティと個性を生かして、うんうん、舞台に立って一本目になれるんですよ、うん、みんなね、うん、それをね、やっぱ受け入れられるのがプロレス。プロレスって本当にいろんな人いますもんね。います、本当に。でもそれがでも売りになるんですよね、そうなんです、プロレスの世界って。そう、うん、例えば何かで失敗しちゃってプロレスに転向した人とかもいるし、うん、でもそれを逆手に取って逆にそこで売っちゃうとかね、ね、あるじゃないですか。そうそう、芸の人だってね、それを売りにして、ね、そう、別にやってたりしますよね。います、うん、私たちもね、リコとか向こうにいた時に一緒だったんですけど、うん、はい、彼は実際はどうか分かんないですけど、そういうギミックで売ってらっしゃって、うんうん、そういう人たくさんいるんですよ。だからね、そういう意味でね、それは別に特別に意識されることではないっていうものが私たちの中にあって、まあ、それで作ったんですけどね、本当だからね、まあ、そういう意味でプロレスに恩返しをしたいっていうところ、ね、いいですね、プロレスに恩返し。いや、私ね、この今背中にね、勇気もらって書いてますけど、次の T シャツはプロレスに恩返しっていうのを作ろうと思って。いや、でもね、本当にね、今ね、そう、あの、例えば春野さんも、はい、そのビジネスを別でやっぱり持ってらっしゃって、でそことのリンクってところを考えるじゃないですか、はいはい、で私もやっぱりそういうことを考えるわけですよね、行政的に働いてて、死をやっぱり良くしようっていうスタンスで、はい、プロレスっていうのをこう考えた時にね、うんうん、やっぱりちょっと今までとは違うような興行を考えていく必要っていうのはもう第二段階としてね、あるのかなっていう気はするんですよね。もうあの、要するに自分たちの業界とプロレスの業界っていうのが、そうちゃんとブリッジがかけられるように、うんうん、したいっていうのがやっぱり私の思いでもあるし、そう、うん、回数をちっちゃい興行をパンパン打つことって比較的できる、うん、あの、まあ、難しいですけど、まあ、できなくはないんですよね、うん、だけどじゃあそれやって新規のお客様増えるかって言うと、うん、A の会場行った人また B の会場行って、そうそう、 B の会場来たら C の会場来たら、そうなんですよ、そのプロレスパワーは変わらないっていう、そうじゃなくてね、全然知らない人も あれものすごく面白かったよって言われるものをやっぱり作りたいっていうところがあって、うん、だから、あの、そういうその興行、こういうというか、あの A の会場、B の会場、みんな同じファンが来てる、そういうそのスタイルになってくると、財布限られてますからね。そうなんですよね。そう、お財布の金額が限られてる。どん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 こう安く設定しなきゃいけなくなったりとか、そうじゃないと思うんですよね。うん、だから、いや本当にあの高級な、WWE なんか高級じゃないですか、ある種、その質が高いし、うん、であの、高いお金を出しても、その来てくれるっていう。で、ある種なんかこう、その社会的な地位が高い人もちゃんと見に来れるじゃないですか、うん、見に来たいと思えるようなコンビでしょ、そういうところまで行きたいですよね。 それ目標で、ね、ちょっとここからね、うん、すごいハードル高いんですけど、うん、でもね、例えばだけど仕事しててね、あ、ぜひ見に行きましょうよ、うん、あの、要は接待の場にプロレスをね、そう使えるようなね、そうクラスのあるものをね、うん、で私日本でもし定期興行をね、うん、WWE が頻繁にやってくれてたね、私も全然招待するわけですよ、うん、見せて恥ずかしくないというかね、こう絶対ファンになってくれるっていう意思がある、はいはいね、また見たいと思ってるよね。そう、だけど自信を持っておすすめできる、うん、だけどこの人にはこの感じの若手の人気者が出てるショーだとこのおじさんじゃ分かんないかなとか、こうやっぱりそういう、こうターゲット層がすごく絞られちゃってるから今の日本のショーっていうのはね、そうですね、そうですね、だからその層にはめっちゃ人気があるんだけどっていう方たちで出来上がってるので、やっぱそういう意味では広くいろんな方がね、そうですね、一般的に入れるようなものをね、やっぱ昔に戻れるといいな。そうですね、いいな。あの入場の時にそのコーナーポストに登ってこう手広げるじゃないですか、うん、大きいなーと思いますもん、うん、見てて。昔は日本にいた頃って、うん、その対戦相手の先輩とでパパ大丈夫かしらみたいなのってで、すごい不安になったりしたの、お互いに、ええ、だけど今って誰と試合しても、あの自分の試合がある程度できるっていう自信が本人にも多分もうあるし、むしろね、そう引っ張っていくっていうところのもう、まあ、年代的にもね、それってね、アメリカのおかげだね。やっぱり限られて、まあ、アメリカも結局テレビ出れるなんて本当に5分、10分ですから、そこでどんだけインパクトを残すかっていう、そこで勝負だから、はいはいはい、カメラの向こうのファンの、やっぱ技の出すタイミング、もうここで出さなきゃ、ボンって出さないと、はいはいはい、生き残っていけないんで、そう、誰なら長いしてても、長いので、カットされちゃうんですね、あの世界、向こうは。で技もこう見栄えのする技というか、うん、伝わりやすい技をする必要がありますね。ストーリーが大事だし、でもね、プロレスラーの皆さんね、分かると思うんですけどね、やっぱり私こう選挙に出てね、
皆さんをこうに伝えなきゃいけないわけですよ、私の意思、はい、何をしたいのか、どういう思いなのか、でね、長谷先生がね、いや、私選挙前にね、あけぼのさんに来ていただいたりね、長谷先生、もうちっちゃいね、船橋の公民館にですね、もうあけぼのさんが来てもらっても神社の広場神社の広場に来てくださって、本当ね、でも人がすごい集まったじゃないですか、すごかった、来てくださいましたけどね、で、その時に言われたのが、もうどうしていいか分かりませんみたいな時に、やっぱね、プロレスだよ、プロレスだよって一言言われて、それで整理できたとこあって、やっぱね、リングの上に乗ってる方たちってね、客見ながらストーリー考えるわけですよ、もう、あ、ちょっと引いてんなと、あんま盛り上がってないなと思ったら、じゃあこの技でこういうストーリーでいこうかなとか、その場で考えるわけですよね、まあ、あれですよね、戦いの中でですね、そう、戦う中で、こっちとこっちどっち使うかっていう時に、もう、あっていうでとか、あとは客を煽るタイミングとか、個人で やるわけじゃないですか、はいはい、リングで見て感じて、ね、感じてね、だからね、やっぱね、すっごくね、その人に理解されるために何をどうアピールするかっていうのはね、プロレスラーは本当にすごいなと思います、見てても。でも WWE でそういうことやられてきたんじゃないですか、リングの中で、もうだそばで私は合間で見て、ね、要はちょうどお客さんと、うん、レスリングする方の間のポジションですから、まあ、ちょうどこう見てきて、本当プロレスをこう一番こう、うちも知りながらお客さんの目線で見るっていうところだったので、めちゃくちゃ勉強になったなって今思います。いや、あの、いろいろね、そのプロレスに例えるといろいろとその演出だったりとか、あとアピールの仕方だったりとか、私たちの、ね、研修の業界も、ね、すごく参考になってるんですよ。結局お客さんの前に一人で立って講師をやるわけじゃないですか。だから、まあ、もうプロレスなんですよ、ね、そう、絶対プロレスですよね。そうそうそう、プロレスなんですよ。そう、お客さんの反応が悪かったら、じゃあ次はこの技だそうっていう、ね、そうですね、ジャズ的な感じだ ね、で、一番最初のインパクトって大事だよねとか、ね、でそこにポーンと何乗せようかなとかは、もうプロレスだから、私なんかトランプさんのあの会見とか、あの選挙前の見てても、もうこの人プロレスしてるなっていう、いや、私もね、ちょっと一方ではそういう見方をしてます、ありましたよね、うん、だから注目を集めるために、そう、その極端なことを言ったりとかやったりするわけじゃないですか。彼嫌われたとか反対されたっていう感覚じゃないと思いますよ。もうお腹の中では絶対に、あ、これでだいぶ集めたなっていう、そうそうそう、で注目集めたらいつかね、批判はこうなりますからねこうそれをね、考えただろうなっていう、なんかプロレスやってますよね、彼も、うん、あ、私もうすごいプロレスだなと思って見てました。今、世の中からヒール扱いされますからね。そう、そうなんですよ、ヒールですよ、彼、ヒール。これでも、下手するとこのまま終わり、やっぱ政治でそれは使えないよねっていうのも、うん、どっかで私、中にと思うところあるんですよね、うん、だけど、やもしちゃうと、今回の選挙じゃないけども、くるってなんかでひっくり返っちゃうと、この今までの批判票がパタ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 って賛同に変わるっていうのは、これありますから、本当怖いなっていう。怖い。私はちょっと政治ではそれはちょっと無理だなと思いますけど、彼はすごいなと思いますよね。ということで、もう今日は本当に長丁場になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、もっともっといろいろ話、いや、それアメリカの話は楽しいですね。そっか、メキシコの話もなんかお聞きしたかったですよね。だからね、メキシコ編今度メキシコ編ぜひぜひあ、そしたらメキシコ編は春野さんのオフィスとかで、あ、本当ですか、ぜひ。あ、ぜひ、ね、メキシコはね、ちょっと今より濃い話ありますよ。そうそう、メキシコなんか、メキ、あ、WWE はちゃんと会社としてしっかりしてるかもしれないけど、メキシコってやばいですか、ね、なんかそんな感じしますよね。やばいんで、めちゃめちゃすごい話あります楽しみな、メキシコ編。次はメキシコ編です、はい、メキシコ編で、メキシコ編でということで、はい、じゃあ、 一言、ファンの皆さんメッセージいただいて終わりしましょうか。あ、ちょっと待ってください、今後の試合の予定って何かありますか。そうですね、今年は中心になっていくのが、IGF、特に今、去年1年間最初にかけて育った新人たちが、中国人たちがね、はいはい、日本に来て試合をする機会もありますので、はいはい、まあ、その IGF、まあ、DDT、DDT ですね、ドラディショナル、ドラディション、あ、ドラディション、うん、はい、あ、ドラディションはなんかシリーズが九州の方に行くんですね。あ、僕ちょっとそこはあれなんですけど、次の、コラケンかな、コラケン、はい、はい、DDT はもう定期参戦ですか。僕はもう、頑張るプロですね。もう今乗っ取ってますんで。そうですよね、ガンプロでね、今頑張ってらっしゃいますよね、
よ、私のものなんで。あ、まあ、私のそう、私も参戦しようと思って。あ、本当ですか。そうなんです。今年は芸者からで。いや、だからそこですよね。そうそうそう、多分、ね、みんな期待しますよ、うん、みんなに言われるんですけどね。そうそうそう、やっぱね、ちょっと交渉ついてて白いのはちょっとって。ただやっぱりお世話になってるプロレス社会ですからね、はいはい、ちょっと私もいろいろと、はい、貢献したいなと思ってます。今年は、今年は見れますよ、見れますよ。ちょっとダブル再現、ちょっと高木社長にね、はい、まずいろいろご相談をね、はい、しないといけないですけど、ね、あ、そうですか。高橋社長にね、言わないと。はい、ということで、じゃあ皆さんメッセージいただいて終わりしましょうか。はい、健三です、今日はどうもありがとうございました。今年は、ここでしか言わないんですけど、また近い日にちにまた一つ動きますんで、それもちょっと予告しながら、健三と、鈴木弘子船橋市議会議員を今やらせていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私も、千葉県の船橋市という船橋やアンデルセン公園のある船橋で市議会議員をしております鈴木弘子です。本当にあのプロレスのこの番組に出れて、はい、もう久しぶりに本当に熱が入りました。私がここにいるのは本当にプロレスのファンの皆さんのおかげだと思ってます。ぜひ今年は恩返しもできる年にしたいなと思ってます。そしてまた公職ですので、きちんとね、船橋のこともやっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、最後タイトルコールを、そう、もう一回、もう一回、はいはい、じゃあいきますよ、はいはい、プロレス大好き大集合、ありがとうございました。サブミッション。